ってきたんです。なるほど、これが持ってる、向こうに持ってって、ちょっと取っといてください。わかりました、はい、これもそうに、こんな風に、そういう風に、これ苔がいいですけどね、だから画期的なことだからこういうことやる、なるほど、邪魔か邪魔か、ジャモンって感じですね。うう、顔が見えない。こんにちは、久しぶりです、はい、秋も深まり、はい、肌寒い季節になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか、はい、長いって言われてるのに余計なことを、はい、五葉松の株立ちをしたいんですが、まあ、寄せ植えなんですけどね、実は私こういう株立ち大好きで、たくさん持ってて、もう荒れ放題ですね。やりたいなと思ったんですけど、ちょっとこれだと相当時間もかかるということで、ミニバージョン、ミニバージョンで、ミニバージョンで今日はだいぶちっちゃくなりました、だいぶちっちゃくなりました。これをやってみたいなというふうに思います。はい、まずはですね、ちょっとここら辺の汚い苔をですね、取っていくということと、まあもうこの時期、フルハトリですよね、これ自然にパラパラと取れますんで、こういうのを取って、整理していくと、であと剪定をして針金をかけていくという作業になりますね。まずあの小池をね、皆さん刈れた時にどこが正面かなというところで見ていただいて、一番太いのがまあこれかなっていうところですね、はい、背の高いのはこれなんですけど、やっぱり太さこれかな、これもね太いですけど、やっぱりこっちの方が太いということは、まあ正面はやっぱりここら辺を中心にやっていこうと、おやきを一番前にするっていう、そうですね、やっぱりおやきが一番見せるというところがあるんで、ここですね、はい、であとはこれは好みで、全体にこれをこういうふうに吹き流しをして、全体に吹き流すのもありますし、ここら辺だけ少し吹き流して、ここら辺はちょっと広げて、という感じもできますので、とりあえず葉っぱ取ってですね、枝を剪定して、そこら辺の剪定の仕方もいろいろとためになるところあるかもしれないんで、ちょっとやっていきたいと思いますね。これはさっき浜野会長から、はい、アドバイスがあったんですけど、もう植え替えしないでよって、で将来的にはですね、こういうこれが根がせり上がってきてですね、はい、もうこれでそのまま今度水盤みたいなものに置いて、根洗いみたいにしてできるという、鉢がない状態、そうですね、こういうのを自然に作り上げてくるということを目指して、まあこれもですね、まあ鉢もいいんですけどね、もっと薄い、お皿みたいなものに入れるような、いうこともちょっと苔玉みたいなことですよね。そうですね、そうですね、イメージ的にはそうですね。そんなことをやっていこうと思います。まあこの形が最後どう変わっていくかというところですね。はい、あ、これですね。はい。すると引き立ちます。はい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 。に乗せて飾るんですね。はい。何でもいいですけど、ジータでも。はい。はい、要するにあの木工細工でもね、はい、こういうのは真ん中でいいんですかね。真ん中でいいですですね、はい、陶器ですかこれは。これ陶ですね、陶器の方がほら腐らない、ね、なるほど、はいはい、これも同じです。そうですね、やってますね、これもいずれ、はい、ちょっとね来るときはここですけど、今幅狭いんで、こんな感じで見てもらってもいいと思います。いいでしょ、こういう風に飾ると、そうですね、飾ってようやくを見て、はいね、自然のね里の文化を表現すると、はい、ほう、当番ですかね。ちょっとこれ取っちゃいますね、一回ね、はい、あのやっぱり足元を 見せたいので、ちょっとあまりにも汚いんで一回取っちゃいます。苔も、毛足が長いから、そう、あまり良くないんですよね、松っぽくないですよね、雑木ならなんか、そうなんです、そうなんです、あんまり良くないんでちょっと一旦取っちゃいます。あの昔本で見たのはね、五葉松の寄せ植えっていうか株立ちってないよって見たことがあって、どうしても自然界にないんだっていう人がいたんですね。フルッパ取るときは上の方からですね、はい、もうごめんなさい、フルッパ取りに入ってますから、はい、汚れちゃうから、汚れちゃうからですね、下がゴミが落ちますんでね、フルッパ取るときは上から、針金かけるときは下からと、勉強になります、勉強です、はい、ちょいちょい入れてきますんで、あ、入れて、ありがとうございます、助かります雑談の中に含まれてくるから聞き逃しちゃいますよね。そうですね、たまにちゃんとしたこと言ってますね。はい、忙しかったですね、本当ずっと。そうですね。ね、ありがたく。ね、木村先生のところへ行き、はい、随所店ですよね。随所店。香川に行き。香川行きました。ね、あ、そっか、放送が順番になっちゃうんですかね。逆になっちゃうんですかね。逆になると思いました。ね。うん、だいたいフルハトリが と,、この苔ですね、はい、取り終わりました。と次の剪定ですね。基本的なことを言うと、まあ、通常こう3本ある場合は真ん中取りなさいよと、はい、言うんですけど、真ん中取る時っていうのは必ずこっちの芽を両方確認して、元気な
を確認してから切ると、はい、でないとこれ真ん中取ってこっちが枯れちゃう可能性があると一本になっちゃいますんで、心配な場合は真ん中残すってことをよくやります、はい、縮める意味でも真ん中取りますね、はい、はい、ちょっと残してですね、これ少し、うん、はい、軸をですね、はい、焼けちゃう、焼け込んじゃうってことですね、うん、でこんなのもこんなのはいらないですね、このこういうやつは、はい、はい、で、こういう芽を大事にするんですね、なかなか五葉松懐から吹かないのでこういうのとかこういうのとか、うん、で普通は太い枝元に細い枝があるっていうと使えないっていう心拍なんかだとよく切っちゃうんですけど、うん、五葉松の場合は逆にこういう芽が大事でこれを生かしていって将来こっちを切っちゃう可能性が、うん、なるほど、ね、間延びしてますからね、あるんでこういう五葉松はこういう懐の芽を大事にすると、こういうのはいらないですね、完璧になってるんで、ね、これですね、こういうのをこれを切って、まあこれも大事にするところですね、うん、はいはい、であとここですね、ここもこの分かれに近いところにこの枝があって、うんうん、この枝は3つありますね、こっちも2つありますよね、うん、これも2つ、でこれ1本しかないで間延びしちゃってるんでこいつを切ると、なるほど、こっちを切るっていう方法選択肢もあるんですけど、うん、1から言うとですね、ただ今言ったここに二股あってこれは1本で長いということでこれを切ると、いはい、勉強になりますね、勉強になるね違うで、なおかつここもですね、ここも3つありますんで、これもやっぱり背を低くしたいので両方の芽を確認して切ると、ここは3つありますね、これは3つあるんですけど、今度は逆にこれは主木になりますよね、ここが、うん、ここが一番太い主木になっていくんで背を高くしたいと、ここが結構高いですから、うん、そうするとさっき3本あったら真ん中の群だよって言ったんですけど、これは逆に生かさなきゃいけない、はい、ということで、じゃあどっちを抜くかというと、ちょっとこれは弱いかなって気がするんですけど、ここに枝がありますよね、ここに枝があるから次はこっちに来て芯になるということはこれを切るってことですね、はい、缶抜きどっち抜くのって時にこれがあるから、これがあるからこっちを抜くと、はい、はい、そうすると互い違いになるわけですね、はい、勉強になるなもういい、酔っ払いみたいな、やっぱいい枝は左右交互にってことですね、交互ですね、そうですね、はい、そう、これもね、抜きたくなっちゃうんですけど、はい、この枝のちょっと下ですね、うん、でもまあとりあえず取っときましょう、はい、取るのはいつも取れるんで、あと真ん中の枝がちょっと多いかな、ちょっとこの辺がごちゃごちゃっとしちゃってるんで、こっち取りましょうか、元気のない方、はい、この場合はどっちでもいいです、こっちでもこっちでも、うん、はい、二股で作っていく中で、うん、そうですね、必要なものを切っていくっていう、そうですね、はい、これはちょっと申し訳ない、残念ながらやっぱりここに、枝があるんで、ちょっと枝なるにはで今度また低すぎるんですね、これね、将来こういう、株立ちってやっぱり日が当たらないんで下の方って枯れていく、でこういうところがあるのはおかしいよっていう、うん、はい、ちょっとね、懐は取っとくよとかね、切るよとかっていろいろ言ったんですけど、ちょっとそれぞれ意味合いがあるんで、まあ、よく動画を見返していただいてですね、勉強していただければ、はい、再生数を増やしていただけるとそうですね、助かります、はい、じゃあ、あとは針金掛けでどうするかですね、うん、本当はね、同じような木が2本あれば2本作ってもいいんですけどね、木流し、むずいですよね。むずいですよね。なんか極端になると不自然だし、はいはいはい。下の配置もだいぶ重要というかね。そうですね。そうですね。どっちでもいいんだよな。先ほど言ったようにふわーっと優しくこう作ってもいいし、ぐーっていってもいい。難しい方行きますか。せっかくだから。じゃあ基本的にこう吹き流しの方向で。はい。ちょっと作りましょう、はい、ちょっと太い枝やっぱりこれとこれ吹き流しにしようかなって一つは、ふわっと作る場合こっちに少し枝が欲しいんですね、うん、ふわっと作る場合はでここを正面にするんだったらここに子供がちっこいのいるんで、はい、ふわっと作ることできます、はい、でここを正面にするんだとこれが一番上になるんでもう全部倒しちゃうかなと将来まあ五感って考えるとこれなんかいらなくなっちゃうかもしれないですね、うん、邪魔になってこの辺正面ですかね、はいはい、極力この枝が全部こう見える位置がいいと思いますんで微妙ですけどね、全部が枝の手が見えるところがいいと思いますねとりあえず針金掛けなんですけども、はい、まず太いの
同士、一番太いもの同士をかけて、多分これ14番の銅線なんですけど、1本では効かないんで、これとこれをかけて、で次にもう1本、例えばこれとこれとか、これとこれとか、というような2本ずつでかけるような感じになると思います。で、あとは、まあ、できるだけ見栄えを考えたときに、内側からこういうふうに回すんではなくて、後ろ側から、そうするとここに針金が来ないんで、の方がいいかなっていう感じですね。巻く向きは、もう そしたらもう外側で、そうですね、特にあのひねんないんでいいと思います。これは分かりました、はい、ひねる場合は考えた方がいいですね。そうですね、あの特にねじらずにいきたいと思います。はい、はい、高松の方見てますからね。高松の方も見てますよ。みんな見てるって緊張しちゃうな。ここら辺はだピッチがあのちょっと短くなるんですけど、はい、この枝の下に針金が入っていきたいんで、うん、ちょっとピッチ短くなります。こっちは結構長めにやったんですけど、この下に入りたいんでちょっとピッチ短くなりますね。と前もお話ししたんですけど、この下に入るといって、さらに次に私でそうですね、これかけるかどうかわかんないですけど、例えばこれとこれをかける、これをかけるときにこの下に針金入ってきますんで、はい、はい、で種は入る隙間を作って、ね、隙間を作ってるってことですね。そうです、ありがとうございます。はいここは高松はあれですか、はい、まあ、盆栽が一つのメッカというか、そうですね、それ以外は何かあるんですか。うどん、ああ、さぬき違うか、さぬきうどんじゃないですか。さぬきですよね。うどん屋めっちゃありました。あ、そうですか、うん、ラマさんにおごっていただいて。ああ、そうですか。お食事全部、え、僕食べた食事全部ラマさんに。あれ、あ、そうですか。だから僕はもうビッグボスと呼んでます。ビッグボス、そうだ、はい、トシさんボスって呼んでますけど、そうそう、僕はビッグボス。ビッグボス、はい、ビッグダディじゃないですね、はい、違う人になっちゃう。やっぱ盆栽界の新庄なんで。ああ、なるほど、はい、はいはい、ビッグボスです。ビッグボスですね、はい、ちょっと次のやつ考えた時に、はい、ごめんなさい、ここちょっとピッチ広く取りすぎちゃって、次ここに入ってきますんで、この下に、うん、ちょっとごめんなさい、一回戻しますね。戻します、はい、はい、こういうこともあります。こういうこともあります。プロじゃないんでね。プロじゃないですね。そうそうそう。こういうのも、こういうのもあります。そう。で、この下に入ってくるんですね。ここの、ここですね。プロじゃないんでねとか、私は素人ですからっていうのは、ずるいのなーって言ってました。あ、言ってましたですよね。誰かは言ってましたね。プロの方が言ってました。言ったと思います。だと思います。あの、そう。ずるいと思います。それは。すごい。ずるいよなーって。ああ、言ってますね、私ね。逃げ言葉ですよね。逃げ言葉。本当だよな。もうプロですかとも言えないしね。そうですね。嘘はついてない。嘘はついてないしね。そんな生意気なこと言えないし。それでちょっと一旦曲げてみますね。と。それはもうぐっといくんですね。そうですね。ぐっといって左右左右じゃなくて前後回った方がいいので。曲げるときは針金のかかっている部分を、そうですね。線にして。線にして。曲げていきましょう。はい。これね、これちょっと長いんで、ちょっと切っちゃいますね、行き場がないんで、はい、この辺でね、頭を作ると思うんですけど、この辺にちょこっとあったら、これがちょっと行き場がないんで、はい、はい、こういうのが切っちゃいます。これがね、もうちょっと太ければいいんですけどね、これもね、ちょっとうるさいかもしれないですね。これ裏にあったらいいんですけどね、正面のいい枝なんですけどね、まあ、とりあえずこの辺にこう、作りますけどね、はい、少しこういう変化をつけて、はい、で最後はやっぱり少しこう流すんですけど、あの真横に平らなんじゃなくて、触れながら最後少し上に行った方がなんとなく優しい木になるかなっていう気がしますね。優しいんでそれが余計だっていうじゃあちょっとこれ曲げようにもこれ辺邪魔なんで、はい、こっちの方かけていっちゃいますね。そうするとやっぱりこれとこれをかけようかな、とこれをね、はい、何言われてるか気になるな。でもぜひ行ってほしいですかね、会って話してほしい。ああ、そうですね、ラブコールしましょうよ。そうね、ニラマさんにはできてるとして、全国で会いたい盆栽師なるほど、盆栽タイムスの、盆栽タイムス、ああ、そう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 、長野の盆栽の西川さん、西川さん、うん、もうぜひお会いしたいですね。ぜひお会いして、他にはいっぱいいますけど、ちょっと急に言われてもこれね、やっぱりちょっともったいないんですけど、あら今撮ってます？撮ってますちょっとあまりにも他のバランスが細すぎるのと、一番目の前に来ちゃって、
ちょっとあまりにもやんちゃ坊主すぎるんで、ちょっとこれ取っちゃいますね。これでちょっと初めてまあ五感になるというのもありますんで、はい、バチッ。スターがいっぱいいますからね。スターだね。スターが、本当にスターなんだってところを動画で出したいんですよね。ああ、はいはいはい、そうですね。そう、はいはいはい、意外とね、雑誌とかでしか分かんないですからね、うん、初心者が多いと思うんですよ、この動画見てる人も。そうなんですね。だからそういう人たちに、すげえんだっていうのを知ってほしいですよね、うんうんうん、すげえんだ、うん、盆栽屋のそのトップクラスの人たち。ああ、そうですね。杉本さんはすごいっていうのはもう伝わってると思うんで。自分のことしか考えてないからすごいんだって言われちゃった。すごいですよ、ヒルマさんすごいですよ。いやいや、全然こんだけ喋れる人がいないですからね。ああ、いやいやいや普通のサラリーマンですから。はい、サラリーマンです、はい、うちの母親がヒルマさんって何してる人って言ってそうっすか、サラリーマンです。来ましたね。変わってきましたね、うん、樹木を前に落として、うん、そうですね。これがね、うん、行き場所が結構難しいんですね。極端な吹き流しにするか、うん、まあ軽い吹き流しにするかっていうのもあるし、で最終的にはやっぱりこう全部並べないようにっていうことですよね。で、うん、さっき言ったように枝がこう全部見えるところ重ならないように、うん、重ならないようにですよね。こういうところになっていかなくちゃいけなくて、だいたい荒掛けをしました、はいはい、でちょっとね、やっぱこいつがうるさいんで、うんうん、やっぱり樹木に対して、この中に入っていっちゃうとうるさいんで、ちょっとこう逆に離したんですね、はい、でそれにしてもちょっとこの辺がね、正直言うとこれ取っちゃいたいなっていうぐらい、うんうん、この間なんですけどね、吹き流しというかあんまりそんなにごちゃごちゃ懐に必要ないんで取っちゃおうかなっていう悩んでるんですけど、まああとは頭にしてこれを枝にするかっていうとですね、うん、ちょっとやりながら考えます、はい、これを頭にする方法もあるし、これを頭にしてこれを枝にする方法もあるし、うん、ちょっとやっぱり枝が混んでる感じしますね。でこれはね、やっぱりちっちゃいんでちょっと取っちゃいますね、はい、一本一本の木に頭とかやっぱ考えるんですか、うんうん、一応あった方がいいですね、うん、はい、これもそうですしね。だからこれは本当はもっと倒したいんだけど、倒しすぎるともうごちゃごちゃになっちゃうんで、やっぱ枝見せるためにはちょっと起こし気味のこう返しで、うん、これ一番下で下なんだけど最後は少し上に上がっていくし、うん、でこれが2番目ですよね。でこいつはちょっとやんちゃでいいと思うんですね。あんまりこっち後ろはばっちゃうとこうでかくなっちゃうんで、やっぱり流れなんでこっちなんですけど、これは適当に遊んでるよっていうプラスさんが木村先生に言われた、うん、ちょっと遊びの枝をね。なるほど、なんで後ろ見たんですか。いや、ごめんなさい、高木さんだったんだ。ちょっと今プラスさんと高木さんが今、はい、ごちゃになりましたというちょっと遊びの枝で、これはね暴れん坊でいいと思います、はい、ちょっと個人的にはね、これをどうすんのかなっていうのが、ね、これはね、あっていいんですよ。こっち流れなんだけどこういう1本ぐらい遊んでていいんです。上に向けるんですか。あ、そうですね、下ろさない。いやいやいや、みんなですから、小白はこう下ろすイメージあるんですけど、はい、こういう木はこうスーッと優しくでいいと思います。こっち流れなんだけどこちらへ出る枝っていうのはいいし、うん、で本当は小幹があったらね、小幹1本遊んでてもいいんですね。なるほど、そういう全体の流れこうなんだけどちょっと遊びがあっていいなっていう感じがあるんで、うん、やっぱただ単に全部押すだけじゃ、うん、そうですね、かっこつかないから、うん、まあ枝なんてこんなあんまり無理に起こす必要もないし、まあ、こんな感じで、ね、うん、できればいいかなっていう気がしますね、うん、はい、こっちやっぱり寄せて開く、寄せて開くって雑巾に近いような作り方になるかもしれないですね、うん、優しく優しく優しい人は優しく、うん、優しい人は優しく、はい、じゃあ小枝をちょっとかけていきますね、はい、はい、先ほど言ってたここに隙間開けますよって言ったやつですね、ここにね、はい、はい、でこの枝とこの枝をかけるっていうことを想定してちょっと隙間を開けてて、今ここまで行ったんですね、はい、でこいつはこの下に入ってきて、まあ、こんな風にかけると、なるほど、はい、どっち行ってもいいんですけど、これまあこっち2本あるんでこっち行った方がいいかなって、こっちの方はちょっと 太い感じもするんですけど、やっぱり最初のこっちの木でやったら、うん、終わるか終わんないかレベルですね。終わんないでしょうね。よかった、ちっちゃいのしていただいて、そうですね、でも私はこれやんなきゃいけないんですね。そうですね、はい、ある程度細かいのかかってきました、うん、そうですね、こういうところはね雰囲気出てきました、うん、これもいらないかって言いながらもね少し下ろしてね、うん、やって、あとこいつがどうするか、うん、まあこれちょっと邪魔だったんですけど、ちょっと後ろに行って、はい、うん、まあいい位置に来れたかなって感じですね、うん、
たセンスだな。それほどでも。ついにコメント欄であの天才と。一度は言われたい。あ、そうですね。実力ある人に言われたいですよね。あ、そうか。そうですね。実力をつけて。実力をつけて。天才と言ってください。難しい。難しい。ちょっと真面目な話。真面目な話です。この枝をどうしようかななんですけど、まあ普通だとこの右左というふうに言ってここら辺に被ってくるんですけど、こいつがねちょっと死んじゃうというか。この枝が、これが上かぶってくると、はい、なんで、これはね、少しちょっと後ろに持っていっちゃおうかなって、これはもう今の、はい、発想で、で、うん、裏枝みたいに、そうするとここに空間ができるんで、こいつが生きていくんですね、うんうん、この枝がね、ということで、ちょっと裏に持ってって裏枝風にちょっと作っていきます。やっぱセンスですね。いや、そういうことだよ。そればっかりだ。でも大事ですよね。大事ですよね。うん、そうそう。で、うん、それをやっちゃう人もいるかもしれない、うん。そうそうそう。とりあえずね、何でもかんでもってなるんだけど。これをやっぱ言語化できるっていうのは。そうですね。天才。それもういいか。もういいか。正直見違えましたね。うん、面白くなってきましたね、うん、こういうね、寄せ植えとか、まあ、株立ちみたいなのが、うん、本当に難しいじゃないですか。難しいですね、バランスですもん ね、この位置がどうしようとかね、正面からだけじゃないですもんね、こうなってくるとね、そうそうそう、腕のやっぱ差が分かっちゃうところ、いやだから恥ずかしいんですよね。プロじゃないですか。言っちゃいけないことは。ちょっとやっぱり作りながら思ったのは、小泊であっても寄せて作るっていうんですかね、寄せて開く、寄せて開く雑木の枝の作り方ですね、うん、こういうところもですね、うん、まあ、こういうところもこうやって寄せて開く、ね、こういうところもそうですね、寄せて開く、やっぱ吹き流しの場合はやっぱそういうふうに作った方が、妥協を許さないよと、許さないと、なかなか終わらないっていう、うん、こっちの木じゃなくてよかったですね、終わんなかったですね、うん、いいかな、完成、そうですね、全部の枝をね、本当は見せたいんですけど、なかなか完成しない男、完成しない逃げ切らない男、優柔不断な男。今ね、一応まあほぼ一応完成ということで、はい、こう正面でこの枝を全部見せなさいよってさっき言ってたんで、はい、この枝に、この枝のこう両脇を出るという見方が一つですね、はい、ここがベースでいいと思うんですけど、もう一つね、ここの隙間に入ってくるのもあるんですね、こことこの間にこの2つが、はいはい、あ、正面の位置があって、うん、そうそうそう、そうするとちょっとね、枝がね、ちょっと前降ってくるんですよ、この辺の枝が、ね、みんな前に、うんうん、こういう見方もできる、で、さっき言ったこういう見方もできる、はい、これをね、べちゃっとやってもいいんですけど、少し立ち気味にしてすると、なんかこう、締まるっていうか、あの、これが一本、しぼくがちゃんとあるよって、これ、一色単にしちゃうと、なんかこう、うん、うん、まとまっちゃうんで、あえて、うん、分けたんですけどね、結構だから、そこを、初心者だと、吹き流しだから、ガーってやりたくなっちゃう、同じようになっちゃうんですけど、ちょっとあえて立ててみたっていう作りで、感じかな、ということで、とりあえずいろいろ動かして最終的に5本が見えるような位置が決まりました。はい。コメントで、まあ、あの大木感が見えるように、はい、なったかなっていうところですね。掛ける前と比べて風景を感じますよね。そうですね。で、このバラバラがいいんですよね。このね、バラバラがみんな同じようにっていうよりは、こういうふうにちょっと植え立てたりとか、はいはい、これもそうですけどね。で、寝てるのもこう目を打ちながらと、こんな木を見つけたらこんな風に作っていただければと。そうですね、結構寄せ植えありますからね、はい、そうですね、そう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 、土用じゃなくて、うん、黒とかだったらね、しょっちゅう売ってますもんね。そうですね、でこういうね、将来的にはこれを鉢を抜いて根払いですかね、そんな風に作っていくといいよと、まあ、とりあえずいいんじゃないですかね、はい、はい、このアンバランスのバランスがいいと思います、はい、褒めていただけるかどうかご査定ください、ご査定ください、はい、ありがとうございますじゃあ、掃除ですね掃除からですね、はい、掃除から、そうだそうだ、あの、はい、フェス
ですね、はい、ちょっと時間経っちゃいましたけど、ね、経ったりますけど、うん、いかがありがとうございました、はい、大勢来てて昨年以上の人数ですかね、うん、そうですね、雨の中ですね、おかげさまでそこそこの売り上げもなりまして、特に2日目はね、大雨だったんですけど、来ていただいた方とはいっぱいお話ができました。普段はね、ツイッターとかだと私いろんな木の話は、この木どうしたらいいなんていうのはあえて答えないんですけど、フェスとかお祭りの時はね、聞いていただいて、全部聞かれました。やっぱりこの木どうしたらいいって、ね、うん、でもそういうの話せるチャンスなんでね、うん、来られた時はどんどん聞いてもらって、こう、まあ、あくまでも私の考えはこうですよという話をできますので、ワンポイント、自分の成長のためのワンポイント、なんか話がとっちらかってますけどあのね、人にこの木どうやって作りますかって聞くときに、はい、私もずっとやってるのは、まず自分で考えるんですね、うんうん、どこを正面にしようか、どうしようか、で聞いた上でそれを、先輩なりプロの方に聞いて、話を聞くと、そうすると、自分も思いもよらなかったところが正面になったりとか、そうですね、思わぬ樹形があったりして、うん、でそこのギャップが勉強になるんですね、うんうんうん、で最初からどうしますかって聞いちゃうとその人の考えになっちゃうんで、さっき、まあ、教えるっていうふうに言ったんですけど、ぜひ一回自分で考えてもらって、自分だったらこうすんないなで、まあ、昼間さん、あ、そういう考えもあるんだっていうふうになってくると、うんうん、まあ、成長してくるかなと思ったんで、ちょっとそこも一つワンポイントで、まあ、はいはい、そうですね、それね、結構やっぱり勉強になって、うん、私も前こういったね、佐藤さんとか行く時必ず自分でやっぱり構想を練って、で違うとそこは勉強になるし、うん、同じだった時に、あ、なかなか自分もそこまでいったなっていう、なるほど、うん、感触がね、得られると思う、大事なことだと思いますね。これで木村先生のところに行った時に、あ、はいはい、プラスさんの木を、僕ならこうするなって言ったやつが、木村先生と全然真逆の意見だった。そこがまだまだだ、まだまだ大きなギャップがあったわけですね。大きなギャップがありました、はいはいはい、そこがだから勉強になるわけですよね。本も全部切り落としちゃえと思ったら、全然全部生かしでしたね。そうですよね、はい、先生もなんかこう決まった形に作るんじゃなくて、むしろ上げてみたらって、不自然さの面白さですよね。そうそう、いや僕もやっぱちょっと頭固くなってましたね。うん、あれね、私の木塗ってって見てもらおうかなって話あったんだけども、結果的にやっぱりちょっと微妙なんですね、私なんか関係がね、関係がちょっと微妙だし、よくね、国風店のバイトかな、案内とかでは話はさせていただいたんですけど、うん、ちょっと、そうですね、聞くにはちょっと微妙な関係なのかな。何の話してた、使えない、ね、昔ね、殴り合いの、ね、殴り合いとか思っちゃうじゃないですか。そうか、そうや、そういう意味そういう意味で、確執があるのかなと思っちゃうじゃないですか。全然お母さん見てるんですか。見てますね、めちゃくちゃ見てます。ああ、そうなんですか。じゃあ私と一緒だ、視聴回数を増やそうと思って。いや、優しいじゃないですか。今回帰って知ったんですけど、めいっ子も見てます。そうですか、そうですか。高校1年生の、あ、そうなんですか。可愛らしい子ですよ。可愛らしい子。心配されてる感じです。あ、そうですか。どちらかというと大丈夫みたいな。大丈夫、あんなことやっててって。お、あ、こんにちは。スーパースター。スーパースターイケメン。お土産ですか。いや、今日は、あ、木か。あ、いい木じゃないですか。あれ、いい心拍だ。心沢の園芸センターさん、昨日で買ってきました。へえ。やってもらわないと、高木さんに。すごいすごいすごい。ね、あ、これはすごいじゃん。いい木ですね。いい木だ、いい木。いい木だけど難しいね、これ。うん、なるほど、こっちからね。逆向きにこう、行ってんの。これいい？これは。ちょっと待って。え？いい？いや、こう、はい、コーヒータイム。コーヒータイム。はい。こういうふうに普通作って、多分作ろうと思っててやってるんだけど、うん、やっぱここの面白みがありますよね。なるほど。そうするとね、こいつが消しちゃってるんですよ、この上の、うん、隠しちゃってるんですよね。うん、隠しちゃってる。だけどこれ主木の幹だから、うん、切れなくて、うん、そう、これを生かすためにはこの上本当は取りたいぐらいなんですけど、取れない。じゃあこれ1本で作るかっていうとそれも寂しいんで、うん、そうするともう一つはこういう立てるっていうのもあるかなって。起こす植え付けで、うん、そういうのもあります。それでこいつをこう潰してくる、ぐーっと、うんうんうん、でこっち流れに作る、こっちちっちゃくする。なるほど、うん、ちょっとカンちゃんとかね、笠木先生の意見も聞いてもらってもいいと思うんですけど、これもあると思います。立てて
ここをグッと潰して。もったいないんだよな、これ邪魔なんだよな、こっち、これ生かすにはね。開けないですか？え？上に上げる。上に、うん、その被ってる部分。うんうん。さすが Q さん、ありますね。ありますか？ありますね。これをね、あえてね、開いちゃう。ぐーっとね、開いちゃう。うん。うん、ということで、先生の意見を聞いてみてください。はい。これ勉強になると思うんです、これ。ね、うん、作るの。難しいけど面白い。難しいけど面白い。面白い木です。うん、面白い木です。これはお土産ですか、他の。いや、これはこれ。あ、違う、違う。僕の、お土産あるんで、はい、食べてください。昨日ね、始めたばっかりで、はい、たまたまなんかいろいろ動画見てたら、はい、盆栽球を見ちゃったと。見ちゃった。で、本当に始めたばっかりで、うん、今3本ぐらい持ってるんだけど、ハマっちゃったって。ハマらせちゃいましたか、また。ちゃいましたね。だけど、やっぱそういう人をターゲットしたいんですよね。うん、そうですね。だから間違えて見ちゃう。そう、おすすめで何か出てきちゃって、そう、何か出てきちゃって、何か見出しちゃって、あれ、何か面白いじゃんって、そうがね、良かったですね、そういう話聞いて、ね、もしかしたら、このチャンネルが日本一人を増やしてる可能性ありますね、うん、ですよね、変な話、新しいね、そう、あの最悪効果を増やすという意味では、一番貢献してる、一番貢献してるかも、うん、もうちょっと敬ってほしいですね、そうですね誰か敬ってないって言ってるんですかね、誰も敬ってくれないからあ、そっか、自分で言っちゃうっていう、自分で言っちゃう、結構多いですよね、でもそういう話はね。